連日この話題で申し訳ないんですが、本当に今回の自民党総裁選は面白いですよね。そのせいで野党の影が薄い、プールに原液を一滴垂らしたカルピス並みに薄いですよ。いよいよ明日告示ですから、これまで出馬表明をされていた3名で戦うんだろうと思っていたらですね、まあ、このギリギリになって伏兵が勝ち込みをかけてきました。あの野田聖子さんですよ。野田聖子さんといえばこれまでも総裁選へ意欲を見せていたんですが、推薦人が集まらない、そんな状況でした。ところが今回はギリギリになってこの推薦人をですね集めたということなんですね。今日会見を行いまして、この度総裁選に必要な推薦人20人を整えていただきまして、この度の総裁選挙に出馬をさせていただくことになりましたと述べています。整えていただいたっていうあたりにちょっと意図的なものを感じてしまいますよね。まあ推薦人を集めてスタートラインに立ったとはいえ、野田さんがこの選挙で勝つっていうのはかなり難しいでしょう。野田さんはまあいろいろね問題指摘されますけれども、夫があれというか、まあ、ちょっとこう素手に傷があるというか、でこの政治の世界って、まあ、あいつを勝たせるなとかさ、まあ、様々な人間模様があるわけですよ。昨日の動画でも言いましたけど、この野田さんの出馬っていうのは、まあ、ある意味コウの潰しと見ることもできるでしょう。出る人が増えると票が割れますよね。だから圧勝するのが難しくなります。1回目の投票で過半数を取るハードルが上がるわけですよ。そうなれば上位2名による決選投票で2位3位連合が、まあ、その1位を打ち負かすなんていうことも考えられます。野田さんが出ることで河野氏が圧勝するという確率が減り、逆に高市さんと岸田さんにとってはチャンスになりますよ。ただまあ、かなり未知数ですけどね。もうあっさり1回目の投票で河野氏が圧勝するなんていうことも考えられます。今回の総裁選は分かりきっていない面白さみたいなものがありますよね。派閥も一本化できていませんから。でですよ、野田氏は今日の会見で次のように語っています。2日ほど前から各候補者の様々な政策、大変素晴らしいものばかりだが、私が政治家として取り組んできている小さき者、弱き者、その人たちを奮い立たせるような政策をなかなか見出すことができなかった。これから日本が求められているのは多様性、人口減少とか高齢化の中で、次の日本を作るためにこれまで主役になれなかった女性、子供、高齢者、障害者がしっかりとこの社会の中で生きていける、そして生きる価値があるんだという、そういう保守の政治を自民党の中で作り上げていきたいと述べた。より具体的な部分は明日以降の論戦で明らかにされるでしょうが、どうなることやら。この会見では三原の姉子が司会をされていましたよね。三原の姉子はもうすでに野田の兄弟を支持する意向をツイートしていました。こういうものです。思想信条は確かに違う、でもなぜ子供のこの字も誰も言わない、なんだろうこの違和感、ずっとそう思ってた、そして今やっとわかった、変えるなら野田聖子と。まあこういうものなんですが、コメント欄がやばいんですよね。見損ないましたとか、フォロー外しますとか。いやまあ政治の世界ですから、まあ世話になってるとかあるんじゃないですか。日本について語りですよ、杯を交わすとかね。だから今回の野田の兄弟の勝ち込みにはしっかりとついていくと。総裁選が終わるとすぐ衆院選が待っています。それこそ一致団結してやっていかなければいけないので、今そのまあ応援する側もですね、ある特定の候補を極端に貶めるような、まあ、言説っていうのは控えた方がいいんじゃないかと思います。この政策おかしいよとか言うのは全然いいと思うんですけど、なんかこう単純な、なんていうかな、こう人格、極端な人格攻撃というか。ともかくですね、野田氏の出馬でより楽しみになってきました。明日以降の論戦に期待しましょう。冒頭言ったように野党の影が完全に消えですね、しばらくテレビなんかでも自民党のワンマンショーが続くことになるでしょう。というところで今日は以上です。チャンネル登録もぜひお願いします。